はい、皆さんこんにちは。ペン回しパフォーマー K です。コメントでですね、Amazon で売っている4本セットのペン回し専用ペンが気になるのでレビューしてほしいですっていうコメント来てました。ありがとうございます。これね、ちょっと気になって調べてみたんですけど、なんかいくつかねパターン出てきたんですけど、多分これだろうなっていうのを見つけました。こちらです。ペン回し練習用初心者4種セット1630円ということで、まあ、4本セットで1630円だったら、まあ普通に考えたらかなりコスパいいとは思うんですけど、まあ、実際のところ回し心地どうなんっていうところ気になりますよね。ということで実際に買ってみました。ちょっと袋が反射しちゃって見にくいと思うんですけど、写真の通りの4本が届きました。ということで今回はこちらの4本レビューしていきたいと思うんですけれども、前情報として写真見た感じですね、こちら以前うちのチャンネルでも紹介したことがある通称不知道的秘密正式名称全然違うと思うんですけど、この不知道的秘密と同じメーカーの4種類が入ってるっぽいです。見えるかわかんないけど、ここにねロゴが入ってるんですよ。これ中国語でジョンビジャって読むんで、ジョンビージャでちょっと今回読んでいこうと思うんですけど、画像を見た感じ、このジョンビージャのロゴがこの4本全部に入ってました。まあ、これはね、以前紹介した通り、かなり使いやすい専用ペンだと思うんで、まあ、なんか色によって回し心地が微妙に違うみたいなのありましたけど、かなりいいペンだったんで、まあ、それも踏まえまして、実際今回どんな感じなのか見ていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。OK、それでは見ていきましょう。ちなみにですね、僕もペン回し専用ペンプロデュースして商品出してるんで、まあ、それをね、やっぱりアピールしたい気持ちがないこともないんですけど、まあ、こういうレビューはね、正直に感想を述べていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ開けていきますよ。どっから開けんだOK、じゃあ4種類あるんですけど、まずね、最初はもう決まってるんですよ。ここに見えてるこの紺色のやつ、これ触っていきましょう。実はですね、これはね、僕持ってるんですよ。以前別個でね、これだけ買ったことがあるんで、これはね、触ったことがあります、実は。はい。こんな感じのペン回し専用ペンですね。構造的にはこの不知道的秘密とそっくりです。不知道的秘密のちょっと重量化バージョンみたいな感じのイメージだったはずです。ちょっとじゃあ回してみましょうかね。お?はい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 。やっぱりね、でもそんな感じです。不知道的秘密の重量化バージョンって感じ。あれより重いウェイトがついてるんで、遠心力がもっとかかりやすくなってるっていうような感じなんですね。ただね、軸質がね、前触った時よりなんか滑る気がする。はい、前買ったのがありました。うん、なんか、サラサラすんな。前買ったやつはね、割といい質感だなって思ったんですよ。不知道的秘密の青までいかないけど、割としっかりちゃんとグリップが効いてくれていいなって思ってたんですけど、今触ったやつね、サラサラする。ちょっとこれ滑るな、軸。軸ちょっと滑りますね。前のやつのがね、質感全然いいわ。このね、製造時期とかで若干このね、質感に誤差があるんですよね。前のあの、不知道的秘密も5色あったんですけど、色によって質感が全然違ったんですよ。だからね、このシリーズはね、結構そういうことがあるやつじゃないかなと思います。これはでももしかしたら使ってれば、だんだん手に馴染んでくるかもしれないね。うん。これはね、悪くはないです。別にあの、全然普通に使えるやつだと思います。ただね、グリップがね、これ三角形なんですよ。だからね、インフィニティは、ちょっとね、やりにくいかな。あとね、これはね、前買った時も気になってたんですけど、ウエイトがね、これ固定されてないんですよ。こうやって。だからね、端っこ持つ系はね、ちょっとあんまりやりやすくないかもしれない。まあ、そんな感じのスペックでございます。紺色のやつね。まあ、これはね、結構いいと思います。ちょっと数多いんでね、サクサクいきましょう。じゃあね、黒いのいきましょうか。こいつ。はい、見た目こんな感じです。ごついね、なかなかに。ただね、もうなんか触った感じでね、これね、絶対滑ると思う、これ。これはね、これはね、これはね、滑る。大変よく滑る。あのね、表面がね、つるっとしてないんですよ。ちょっとあの、ザラザラっとした感じで、こう、グリップがかかってくれないタイプのプラスチックって感じ。で、これね、みんなこれグリップだと思うじゃん。これグリップじゃないんですよ。わかります？これ。グリップじゃないんですよ。これとね、同じ材質のプラスチックなんですよ、これ。これ分解できんのかな？なんかここにね、継ぎ目あるから、ここは取れそうですよね。あ、取れた取れた。あー、なるほどね。あー、もう、うん、なんかね、遠心力の感じは悪くないんだけど、もう軸質が、ちょっと、厳しいかなっていう感じ。なんて例えたらいいんだよな。無印良品に売ってる、
ポリカーボネートのボールペンの軸みたいな感じ。これで伝わる人は伝わると思うんだけど、とにかくね、軸質がね、すっごい滑る。これ回してると指からすっぽ抜けそうな感じになる。グリップもないしなこれ。いや、これはちょっとって感じです。正直ちょっとこれはね、嫌な予感してたんですけど、それが的中した感じですね。はい、じゃあ次行きましょう。次、この白いの行きましょう。これは初めて見るね。どんな感じかな。はい、白ボディで水色のラインが入ってる感じですね。両側が透明だね。あー、え？あ、え、ど、え？あ、なるほど。ウェイトまで空です。空のグリップが浮いた状態でそのままついてます。なるほどね。これで成立するんや。問題はここの真ん中だな。これ多分アルミだと思うんで、ここが滑るかどうかですね。じゃあ回してみましょう。なるほど。意外と重たい。結構重みかかるね。なんだろうな。やっぱね、ここのせいかな。ちょっとなんか、回して違和感あるんだよね。スルッと抜けそうになる瞬間がある。うん。さっきのね、黒よりはいいんだけど、ちょっとこれもね、軸自体が滑りやすいね。グリップはなんか、中空の割に意外としっかりしてるから、インフィニティはむしろやりやすい。残像はかっこいいんだよね、あとは。残像はね、このリングがあるから、かっこいいんですけどね。まあ、悪くはないぐらいの感じ。うん。そんな感じだな。じゃあ、ラスト行きましょう。画像を見た感じ、これは光るやつっぽいですね。うん、なんか、こんな感じで、グローが入ってるっぽいですね。グローか、グロー系ってね、あんまり回しやすいイメージないんだよな。よいしょっと。説明書がついてる。触ってみましょう。はい。はい。こんな感じです。あ、ライトアップではないんだね。多分夜光だな、これ。うん。半透明な感じの軸ですね。で、グリップがこれ多分ね、縁動的秘密と同じだわ。だから構造はかなり近いかな。ウェイトの種類が違うだけだね。よし、じゃあちょっと回してみましょう。いきます。あれ？え？これが一番いいんだけど。まさかのこれが一番いいんだけど。これがね、一番軸がグリップ効いてる。なんか見た感じこれもさ、すっげえサラサラするタイプのやつかなって思って身構えてたんですけど、意外としっかり摩擦効くタイプですね。で、重さもね、割とちょうどいい感じかな。まさかのグローが一番いいっていうね。で、なんか両端もね、赤色で、なかなかかっこいいし。え、いいよこれ。これはね、いいと思う。正直意外ですね。これが一番良かったわ。グローならちょっと光らせて回してみたいですね、これ。ちょっと今お昼なんで、後で撮って入れておきたいと思います。はい、という感じの4本でございます。じゃあちょっと1本ずつ10段階評価をちょっとつけさせていただこうか。まあ、あくまで僕の個人の感想で、まあ、買う時の目安としてね、考えてください。まずこれ。これはね、割と悪くはない。ただ今回入ってたのは軸がちょっと滑りやすかったなっていうんで、まあ、星10中5か6ぐらいのあたりかな。うん、5.5 ってとこかな。で、黒いの。これはね、あんまり良くなかった。これはね、星2かな。1いっちゃってもいいかもしんない。これはちょっとね、使いにくいね。え、これは、まあ、うん、可もなく不可もなくっていう感じ。星4ってとこかな。で最後、これは割と良かったです。星6から7ぐらい行ってもいいかなっていう感じ。ただまあ、これに関しても、軸質がその、ものによって差がある場合があると思うんで、一概にこの評価を頼りにしない方がいいかもしれない。とりあえず今回入ってたのでは、これが一番良かったです。はい、以上4本セットのレビューでした。はい、ということで4種セットをレビューしてきましたけれども、まず、これね、これは、良くない。これは良くなかったです。はい。で、まあ、この3つで考えて、一応こっちが重量級大技系で、これが結構小回りが効きやすい感じみたいな感じの分かれ方をしてるんですけど、なんていうかこう、悪くないぐらいなんですよ。その中で、めっちゃいいよまでは言えないかなっていう感じ。だからまあ、始めたてで、とりあえずいろんな種類触ってみたいなっていう方はいいかもしれないんですけど、正直、このセット
ットならちゃんとしたいいやつ1本買った方がいいんじゃないかなって思います。はい、ということで、まあ、一応ね Amazon のリンク概要欄に貼っておくんで、気になった方はチェックしてみてください。あとね、他にも気になるペンあったらぜひコメントで教えてほしいです。まぁ、ちょっとね、予算的にホイホイ全部買ってるわけにもいかないんで、まぁ、そんなすぐにはね、ちょっと対応できないかもしれないんですけど、ちょっとチェックしてみたいと思います。はい、ということで今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。K プロデュースのペンマス専用ペンが登場。解説本も販売中です。詳しくは概要欄をチェック。